日本共産党の宮本徹です。今日はトランプ政権のシリア攻撃と北朝鮮の核ミサイル開発への対応について伺いたいと思います。シリアで化学兵器とみられる攻撃で多くの犠牲者が出たと報じられる中、アメリカのトランプ政権はシリアへのミサイル攻撃を行いました。化学兵器の使用は誰によるものであれ、断じて許されません。国際社会が一致協力して化学兵器使用の真相を突き止め、使用した者に厳しい対処を行い、二度と使わせない、この取り組みが必要です。問題は国連の場で真相究明をしようと議論しているさなかにアメリカが一方的にシリアへの攻撃を行ったことにあります。総理はアメリカの行動を受けて理解支持を表明されました。しかし国連憲章では武力行使は原則禁止されております。例外的に武力行使が認められるのは自衛権の行使か安保理決議に基づく制裁の場合だけです。総理、今回のアメリカのシリア攻撃はこのどちらに当てはまるんでしょうか。安倍内閣総理大臣。この、国際法上のですね、解釈であろうと思うわけでございますが、これはいわば武力行使を行ったのは日本でないわけでございますので、米国のですね、説明を待ちたいと、このように思っております。宮本君。極めて無責任な説明ですね。国連憲章では武力行使は原則禁止されてますよ。安保理決議はじゃあありますか。アメリカが武力行使をしていいという安保理決議が岸田外務大臣ありますか、今回の問題で。岸田外務大臣。まず安保理決議は存在しません。そしてあと武力行使については国連憲章51条と7条の集団安全保障がありますが、51条の場合は国連への報告が義務付けられています。今現在まだ報告は行われたとは承知しておりません。宮本君。ないってことですよ。安保理決議もないと、そして国連に対しての報告もないと。アメリカに聞くまでもなくですね、国際法違反というのはですね、明々白々なんじゃないですか。総理はこの間トランプ大統領と電話会談されておりますが、トランプ大統領に対して国際法上の根拠を正したんですか。安倍内閣総理大臣。今回の、米国の攻撃についてはですね、従来から、ご説明をさせていただいているわけでございますが、米国がですね、核兵器の拡散、そして使用を断じて許さないというこの米国の決意に対して我々は支持をしたところでございます。そしてまた同時にですね、今回の措置についてはですね、これ以上事態の悪化を防ぐためのものであり、我々は理解をすると、こう申し上げているところでございまして、そして国際法上どうなのかということにつきましては、まさに今外務大臣からご説明をさせていただいたとおりでございまして、国連に対して報告をするのは米国でございまして、日本はですね、米国の説明を待ちたいという立場でございます。宮本君。つまりずっと待ってるだけで、トランプ大統領とせっかく電話されたわけでしょ。国際法上の根拠なく武力行使はしちゃいけないんですよと、そういうことを正すこともされなかったんですか。安倍内閣総理大臣。現在ですね、東アジアについても、この安全保障環境が大変厳しさを増していることはご承知のとおりで、ございまして、北朝鮮が累次にわたるミサイル発射、そしてまた核兵器の使用を、核兵器の使用のためのこの実験を繰り返しているわけでございます。核兵器の能力を確保するためのですね、実験を繰り返しているわけでございます。そして化学兵器についても相当量をすでに保有しているのではないかという、こういう状況がある中においてですね、核兵器を含む大量破壊兵器の脅威が深刻さを増す中において、国際秩序の維持と同盟国をはじめ世界の平和と安全に対するトランプ大統領の強いコミットメントを高く評価しているところでございます。いわば我が国のですね、安全を守る、そして国民の生命と財産を守るためには我々が何をなすべきかということを真剣に考えなければならないわけでございまして、
その中においてコミットメントを我々は高く評価したところでございます。我々はこれは評論家ではないわけでありますから、やはり国民の命を守るという大きな責任を私も政府としても背負っている中においてですね、米国のこのコミットメントをですね、我々は高く評価をしているところでございます。まあ、一方、この法的根拠等々につきましては、先ほど来答弁しているとおりでございます。委員長、宮本君。つまりですね、総理はいつも法の支配、法の支配、こういうことを強調されるわけですよね。しかし、アメリカが軍事行動をする際には、この法の支配っていうのはどうでもいいと、これがですね、総理の取っている姿勢ということになりますよ。私は国際法違反の軍事行動を認めていけば、化学兵器使用という、この国際人道法違反を正していく足場もですね、失っていくことになるということを厳しく指摘しておきたいというふうに思います。そしてこの問題と関わってですね、次にお伺いしたいのが北朝鮮の問題であります。アメリカのですね、ティラソン国務長官が、テレビのインタビューでですね、シリアに対するミサイル攻撃から北朝鮮が受け取るメッセージは何かと、こう問われて、国際規範や合意に違反し、約束を実行できず、他国への脅威となるならば、いずれの段階で対抗措置が取られるだろうというメッセージだ、こう述べた、いうことでございます。まあ、軍事行動も辞さないと、公然たる軍事的威嚇なわけです。まあ、これに対して、昨日、北朝鮮は、弾道ミサイルの発射というさらなる挑発行為に出るということになりました。まさにですね、このチキンレースになってきてるんではないかと。軍事的対抗がですね、このままいけばどんどんエスカレートして、最悪の場合は戦争というですね、事態にもなりかねない大変危うい状況だと私たち考えております。今日の報道を見てましても、トランプ政権の高官の方は、昨日のミサイル発射が、核実験だったら別の行動を取ったというような報道もされているわけですよね。しかし絶対にですね、この地域で戦争という道は、進んでいってはならないですし、戦争は起こしては絶対ならないというふうに思います。そこで総理に改めて北朝鮮の核ミサイル開発問題の原則的な解決方向について確認をしたいと思います。まあ、北朝鮮の核ミサイル開発は安保理決議違反、日朝平壌宣言違反であり、まあ、断じて許されません。これに対してこの間、国連では核ミサイル開発を断念させるために安保理決議で経済制裁の措置を強化してまいりました。それで中国もですね、2月から安保理決議に沿って石炭の輸入を年末までですか、停止するということも決定をいたしました。まあ、安保理決議ではですね、平和的外交的かつ政治的解決、これを何度も確認してきたわけです。しかし先制攻撃というやり方が取られれば、この間の平和的解決を目指してきた国際社会の努力が無になってしまうというふうに思います。総理、改めて確認したいと思いますが、今重要なことは、国際社会が結束して経済制裁の厳格な実施強化を行う、そして外交交渉の中で朝鮮半島の非核化を目指す、平和的解決を目指す、このことなんじゃないでしょうか。安倍内閣総理大臣。宮本委員ですね、確かにおっしゃる通りなんですよ。おっしゃる通りなんですが、そのことを実際国際社会で実行させるためにどうすればいいかということを真剣に考えているわけであります。残念ながらですね、残念ながら我々が北朝鮮に対してあるべき姿を説いてですね、分かりました、そうしますということには残念ながらならなかったんですよ、二十数年間。我々もですね、私もずっとこの問題に向き合っておりますが、何回もこちらが善意を示した、彼らも善意を示すかもしれないと考えですね、我々が、いわば一方的にですね、彼らに対してさまざまなお米の支援等をしたこともありましたが、残念ながらその答えはほとんどゼロ、あるいはマイナスだったことは事実であります。まあ、つまり、あくまでも行動対行動において、対応していくと同時にですね、やはり圧力をかけなければ残念ながら彼らは話し合いの場に出てこないのも事実で、ございます。思い出していただきたいんですが、小泉総理が初めて訪朝をしました。あの年の初めに何が起こったかということをよく考えていただきたいと思うんですが、当時のブッシュ政権がですね、いわば北朝鮮に対して悪の枢軸と、いわば北朝鮮を名指しをしたわけであります。
その中で北朝鮮がですね、対応を変えていき、日本との対応を求めてきたのは事実でございます。そういう中においてですね、今回トランプ大統領が戦略的忍耐からですね、あらゆる選択肢がテーブルの上にあるという形でですね、この北朝鮮にさらなる圧力をかけていることを我々は評価をしているわけでございますが、同時にですね、外交交渉によって問題が解決されることが望ましいことは言うまでもないわけでありまして、北朝鮮は核ミサイル問題に関するこれまでの安保理決議を累次にあたり無視をしてきており、我が国としては北朝鮮がこのような姿勢を改める上で、米国や韓国と緊密に連携しつつ、中国に対しさらに大きな役割を果たすよう働きかけを行っていきます。同時に北朝鮮に対し、韓国、米国、中国、ロシアなどの関係国と緊密に連携し、さらなる挑発行動を自制し、安保理決議を即時かつ完全に履行し、核弾道ミサイル計画を放棄するよう強く求めていく考えでございます。宮本君。圧力をかけないと対話に応じないと、それはその通りですよ。問題はですね、どう圧力をかけるのかということだと思うんですよね。この間国際社会は、日本政府も提案をして経済制裁をより強化しよう、中国を含めて、厳格に実施しようと、こういう方向で、圧力をかけてきたわけでありますよ。それと今トランプ政権がやろうとしている圧力は全く違いますよ。軍事的威嚇ですよ。場合によっては軍事行動も辞さない。こうなればですよ、お互いにチキンレースになっていってですね、本当にですね、戦争になりかねない。私たちはそのことをですね、危惧しているわけです。総理に今日確認したいことがあるんですね。総理はこの間トランプ大統領からあらゆる選択肢がテーブルの上にあると、こう伝えられてきた。これは何度も伝えられてきた、外務省のホームページにもあります。そして総理はトランプ大統領の姿勢を評価されているわけですが、あらゆる選択肢がテーブルの上にあると、軍事的選択肢も含めてあると、こう伝えられてですね、総理は何とおっしゃったんですか。北朝鮮への先制攻撃というオプションはダメですよ、これはっきりおっしゃったんですか。安倍内閣総理大臣。今、宮本委員はですね、経済制裁は当然のことであるようにおっしゃっているんだけれども、しかし、経済制裁を私はすべきだと、こう申し上げた当時ですね、20年前、多くの人たち、共産党を含めて皆さん、懐疑的だったじゃないですか。あの時はですね、経済制裁をすれば相手を刺激して、戦争に至るという、ずいぶん私は非難されましたよ。でもそれはそうではなかったことが、今、すでに明らかになっているということは申し上げておきたいと、こう思う次第で、ございます。そこでですね、そこで、これは今、宮本さんではなくて、別の方からですね、共産党の方から、やじが飛んでおりますが、私は今までのですね、経緯について、ずっとこの問題について対応しておりますから、事実を申し上げているわけでございます。で、そこでですね、そこで、北朝鮮、この北朝鮮についてはですね、15日の軍事パレードにおいてはですね、新型ミサイルと推定されるものを含め7種類の弾道ミサイルを公開し、16日には弾道ミサイルの発射を試みるなど、軍事力を誇示していますが、外交努力を通じて平和を守ることが重要であることは言うまでもないわけでありまして、同時に対話のための対話では意味がないわけであります。北朝鮮が問題の解決に向け真剣に対応に応じるよう圧力をかけていくことが必要であります。そのことを私たちはですね、もう今までの北朝鮮の対応から見て学ばなければならないんですよ。それは建前を述べるのは結構ですけどもね、残念ながらそれでは北朝鮮は動いてこなかったのは事実でございます。どうやってですね、北朝鮮を動かすかということを今までの経験から学ばなければならないわけでありまして、その中において今回いわば戦略的忍耐を持って我々は対応してきた中においてですね、残念ながら金正日委員長は20発の弾道ミサイルのこの発射を行ったわけでありまして、それは父親が行った、父親が任期になるうち、ずっと長い任期の中で行った弾道ミサイルの発射よりも多くのですね、弾道ミサイルをすでに発射し、かつですね、能力を向上させているというのが、残念ながら、冷言なる事実でございます。彼らに時間を稼がしてですね、その能力を向上させれば、もっと危機は、これは水準が高まっていくわけでありますから、その中において、より大きな圧力をかけていく、当然、中国もこの危機をですね、十分に認識をしていただき、圧力をかけていただくことが大切であって、
どのようにですね、それはそうやって国際社会、中国も含めて国際社会が圧力をかけていくかということが、まあ、重要であろうと、こう考えるわけでございまして、その中においてですね、トランプ政権はこれまでの戦略的忍耐という考え方を取らないことを明らかにしており、すべての選択肢がテーブルの上にあるという考え方に立って問題に対処しているということをですね、我が国としては評価しているところでございます。委員長。宮本君。我が党はですね、経済制裁についてはですね、先ほど国田さんからのやじもありましたようにですね、賛成をしてきております。その上でですね、まあ、先ほどの話を聞けば、まあ、あらゆる選択肢だということを言われてですね、評価する評価するということを言っているわけですけれども、そう評価するということを言えば先制攻撃をもう認めるという話にですね、なっていくじゃないですか。私ね、もし先制攻撃ということになれば取り返しのつかない事態になるというふうに思いますよ。まあ、総理に思い起こしていただきたいことがあります。1994年、私まだ学生でしたが、アメリカがですね、北朝鮮の核施設の先制攻撃を検討し、戦争の一歩手前まで行ったことがありました。その時、当時の韓国のキム・ヨムサン大統領がですね、おびただしい犠牲が出るとクリントン大統領を説得いたしました。キム・ヨムサン元大統領の回顧録にはこうあります。電話をしてきたクリントン大統領を厳しく追及した。自分が大統領でいる限り韓半島を戦場にすることは絶対にダメだ。北は即時休戦ラインから南の主要都市を一斉に砲撃するだろう、こう書いてあります。一方のクリントン氏の回想録を読むとこう書いてあります。もし軍事攻撃に踏み切った場合、甚大な犠牲者が双方に出るという厳しい予測も3週間前に報告されていた。この時はですね、カーター元大統領が訪朝して危機は回避されるということになりました。この時の経緯は総理もこうした経緯はご存知ですよね。安倍内閣総理大臣。先ほど、経済制裁については2004年にですね、私たちが経済制裁を可能にする法律を作るべきだということを私も申し上げた時には、共産党はそういう態度ではなかったんですよ。その後ですね、この法律ができて実際に制裁を行う中においてはですね、皆さんは賛成をしているかもしれませんが、しかし当時はそうではなかったのは事実だということをですね、はっきりと申し上げておきたいと、このように思います。そしていわばこの朝鮮半島の危機、アメリカはクリントン政権であったわけでございますが、カーター大統領が行ってですね、事実上その後ケドーの合意に至ったわけでございます。しかし同時にですね、ケドーの合意に至った、日本は1000億円お金を出しましたよね。国営原子炉、小さな10メガワットの国営原子炉をやめさせて、そしてしかしその代わりに、冷水炉型のですね、大型のこれはちゃんとした原子力発電所を作りますよ、我々は1000億円出した。で韓国は3000億円お金を出して、そしてそうできるまでですね、アメリカ50万トンだったかな、毎年重油を提供する、こういう合意をしたんですよ。でもその合意をした当初からですね、実は彼らはですね、これウランのこれは生成をですね行うということをですね、遠心分離機を購入して、そしてそれをいわばウラン型のですね、核兵器を作るということを始めたわけでありまして、でそしてそれはその後明らかになってですね、この実を軌道の合意は軌道合意は終わるわけでありますが、日本はこれ1000億円のこれは事実上ですね、負担全部ではありませんが相当多くをこれ出したのも、まあ、事実であります。ですからこれが果たして本当に良かったかどうかということもですね、十分に考えなければならないわけでありまして、国際社会を欺いてですね、欺いて彼らは数個のですね、これは原子爆弾になるこれウランのこれウランの生成あるいはプルトニウム型のものをですね、手に入れていたのも事実であります。こういう実態もですね、残念ながらそう美しい物語では終わっていないんですよ。そうなったということも、この現実もですね、皆さんにも共産党の皆さんにも直視をしていただきたい。ですから彼らを辞めさせるためには何をすればいいかということに私たちは真剣に向き合わなければいけないということでございます。宮本君。2004年の話されましたけども、私たちは制裁のための制裁じゃダメだと、対話に持ち込むための制裁が必要だということをですね、その時点は主張したわけですよ。さらにですね、アメリカがですね、今本当に先制攻撃すればどうなるのかということですよ。アメリカのカーター前国防長官、安倍総理もお会いだと思いますけれども、最近のテレビのインタビューでこうおっしゃっています。米国が北朝鮮を先制攻撃すれば、北朝鮮は韓国を攻撃するだろう。その戦争は
朝鮮戦争以来見たこともない極めて破壊的なものになるだろう、こう警告されているわけですよ。総理はアメリカが先制攻撃を行えば韓国そして我が国もおびただしい犠牲が出ると、こういう認識はですねお持ちじゃないんですか。私は総理がやるべきはトランプ政権に対して軍事的選択肢、先制攻撃という選択肢は絶対ダメだと、このことを説得することだと思いますよ。どうですか。安倍内閣総理大臣。戦争はもちろんこれあってはならない、外交的な努力によって問題を解決をしなければならないのは当然なことであります。だからこそですね、宮本さん、それは北朝鮮に対して国際社会が一致してですね、こんなことはやめろとこう強く言わなければならないのであってですね、アメリカにお前らやめろということでは私はないんだろうと思います。まず北朝鮮がですね、北朝鮮がしっかりとこうした行動をやめなければ北朝鮮の未来はないんだということをですね、国際社会が一致協力して示していくべきだろうと、このように考えております。宮本君。北朝鮮に対して国際社会が一致してやめろという当たり前の話ですよ。そのためにこの間経済制裁を国際社会は強化する安保理決議も採択してきたわけですよ。そして今中国も巻き込んでですね、さらに制裁を強化して外交的解決を目指そうということで国際社会努力しなきゃいけない時なんですよ。その時にですよ、アメリカは軍事攻撃をやったら、これまさにですねおびただしい犠牲を生み出す、もう大変な事態になるわけであります。総理がやるべきはですね、外交解決ためのイニシアチブを発揮することであって、そしてトランプ大統領に軍事的選択肢は絶対取ってはならないと、このことを説得すべきだということを強く申し上げまして質問を終わります。